今日午後、福岡市天神で開かれた行動アドバイザリーの設立会見には、福岡市の高島市長などが出席しました。この会社は脱炭素への取り組みを総合的に評価する基準となるアクト、低炭素移行評価を用いて企業に対して経営計画の策定などのサービスを提供します。アクトはフランスの環境エネルギー管理庁などが開発した評価手法で、今後脱炭素の実現に向けて世界的に導入が進むと見込まれています。福岡市の高島市長は、九州企業の脱炭素の取り組みを世界レベルに上げて投資を呼び込みたいと期待を述べました。行動アドバイザリーは2026年までに100社へのサービス提供を目指すことにしています。